僕はね、戦後の天皇人間化ってことを全部否定してるんですよ。というのはね、今天皇制が危機があるとすればね、今天皇個人に対するみんなの個人的な人気ですね、やっぱりご立派だった、おかげで戦争が済んだって考え、それに乗っかってるでしょ。そしてやはり人格者でいらっしゃる、それは僕は天皇制と何ら関係ないと思うんですよ。やっぱ僕は吉本さんと逆な意味でね、共同幻想論を非常に面白く読んだんだけどね、つまり穀物神だからね、天皇っていうのは。そして個人的な人格っていうのは二次的な問題でね、全て元のアマテラスの神様にそのために帰ってくる。だから今上天皇でいつでも今上天皇なんです。つまり次の天皇のお子様はどうだっていう問題じゃなくて、大上位と同時にアマテラスの神様に直結しちゃうんですね。でそういう非個人的性格というものをね、天皇から失わせたってことがね、その戦後の天皇制の作り方において最大の誤謬だったと思ってて、